皆さんこんにちは、この至近距離で、めちゃくちゃ変なのが映っておりますがね、動画撮っていきたいかなと思います。前の動画でね、俺マイクレース の、 イベントの時に発表された N ゲージの、ね、新製品情報の案内したんですけど、まあ、その時にね、KO の9000型の、まあ、サンリオの車両が、まあ、特製スリープ採用されるよってことでね、まあ、今回は今までの、まあ、ちょっとマイクレースの、ねまあ、ケースの歴史的な感じでね、しょうもない動画ですが、ちょっと撮っていこうかなと考えまして、めちゃくちゃ M ゲージ用意しました。はい、ごめんなさい。あのね、思ったよりね、俺そんな自分で思ったより持ってなくて、で、多分ね、俺よりね、まだ持ってる方はね、めちゃくちゃ持ってると思うんですよ。ただね、今までマイクレースが出した、その、パッケージに凝ったのとか、まあ、その、前回のその3人の時に言った、その、列車に合わせた、車両に合わせた、まあ、ケースをね、採用したっていう車両、とりあえず片っ端から持ってきましたんで、とりあえずちょっと順々に紹介しようかなと思います。で、まずはね、スリーブにこだわった車両の方からね、順々に、案内していこうかなと思います。それではどの辺から行こうかな。ちょっと待って、これまずね、全部積んだらいけど、ね、下ろすのめちゃくちゃ大変なんだよね。待って、やばい。よいしょ。ちょっと待って。よいしょ。めちゃくちゃ用意すぎた。よっこしょ。よし、なんとか OK。それではね、順にね、紹介していきます。まずね、あ、びっくりした。あ、懐中電灯が取れたか。あ、びっくりした。まずどっちから行くっつったっけ。まずスリーブにこだわった車両から行きましょうかね。まずこちらでございます。製品化番号が G-299M。劇場版の、銀河鉄道39、こちらの改良品でございます。企画発売元が、読めません。ごめんなさい。マラミ、マルミトゥ？どこマルミトゥって。こちらですよね。マルミトゥって会社？こちら。このシャープオブドリームっていう会社？のがなんか製品化した、あ、製品化っていうか発売企画元？多分ね、これね、メーカーがね、発売、まあ、製品化したのそうなんですけど、どういう経緯で発売されたか俺全く知らないで買ったんですよ、この銀河鉄道の車両って。まあ、一応ね、基本セットはこんな感じでございます。ちょっといいかな、まあ、こんな感じでね、表面が、まあ、こんな感じで、メーテルの、ね、やつですね。で、裏面がこちらと。まあ、こちらのね、今回の299の M でね。で、これに合わせる、まあ、造形セットの、車両と、まあ、テレビ版か。あれ、そうだよね。こちらが劇場版なので、そうですね。こちら下がね、テレビ版の方なんですね。まあ、こんな感じでね、なんかわかんないけど。なんかこちらにね、なんか書いてありますが、こんな感じでございます。よいしょ。まあ、一応ね、こちら。まあ、これがね、結構昔こだわったスリーブのうちの一つなんですね。ちなみにこちらがね、6両基本でございます。6両基本でございますということは、はい、そうでございます。はい、そうでございます。でもないことでございます。ガブない、ケースぶつけたらやだ。こちら、劇場版の造血6両セットでございます。はい。一応ね、同じね、劇場版の、改良品でございます。で、裏に関してはね、変わりませんね。裏は全く変わらず、表面がね、こちらですね。なんか、二人で旅してる時の絵みたいな感じでございます。文字に関しては一緒なのかな？あ、文字に関しては一緒ですね。劇中の様々なシーンの基づき、さらに徹底した車両編成を再現。今、万歳の思いを込めて来ちゃうわ、行くと。合ってますね。ちなみにこちら、このセットは造血車両のセットで395本店は入っているので、倉庫には別売りのこちらが必要です。ちゃんとね、ご丁寧に堂々と書いてありますね。昔はこういう風に親切だったんですね、マイクレスって。ケースにこういう風に書かれてるんですよ。俺、加藤しか知らなかったんだよな。まあ一応ね、こちらでございます。これ結構今ね、すっごい高いんですよね。なんかね、大体ね、この2セットでまとめても5万とか6万するんですよ。めちゃくちゃ高えなと思って、買っといてよかったなと思ったんですよ。で、3、4年ぐらい前にヤフオクでね、もうちょっと前かな、7万しました。4セットで。はい。4セットっていうのはこちらでございます。こちら、G-299 の T、劇場版の M と、テレビ版の T でございます。一応こちらもね、同じの発売元がね、ところでございます。で、ケースはね、表スリーブが危ね。ちょっと。表スリーブはこんな感じと。劇中の様々な日に基づいた、万歳とは同じと。で、こんな感じと。車掌がいて、こんな感じで車両がいてと。で、裏側はこんな感じですね。まあ一応ね、劇場版はね、ここがなんかメーテルとのさよならシーンだったんですけど、まあそれがね、違うような感じで、まあなってますね。ちなみにこれに関しては文言一緒なのかな？あ、文言も違いますね。劇場版の方文言こちらなんですけど、今万歳の思いを込めて汽車が鳴る。今万歳の思いを込めて汽車が行く。一つの旅は終わり。また新しい旅たちが始まる。さらばメーテル、さらば銀河、釣りない、さらば少年の日を。ということなんですけど、テレビ版はこちらですね。鉄郎の下銀河特急、銀河超特急39は、その無限軌道に乗った CM だ。どんな人たちどんどん行って、どんな姿に、なんだなってここへ帰ってくるのか、鉄郎にはわからない。銀河鉄道の伸びゆく彼方には、無限の星の輝く海が広がっているだけだった。という感じのテレビ版ですね。ここも違うんだ。面白い。完全に知らなかった。面白い。そして、このテレビ版の造形セットがこちらですね。よいしょ。あれテレビ版
あ、4月とかから軽いのか。一応ね、テレビ版の造形ってとこちらでございます。はいと。まあなんかメーテルがドデーンってあって、こんな感じと。そして裏表紙がこんな感じですね。裏表紙に関しては、変わらずですね。一応さっきの、基本セットのですね。で、こちら、このセットは、テレビ版です。造形セットです。あれだね、ただ基本、あの、機関車は入ってませんっていう注意書きはこちらにはないんですね。ないね。よいしょ。あ、あった。こっち側か。はい、こちら。このセットは造形車両のセットで、395本体は入っておりません。倉庫には別売りの基本セットの乱流が必要ですと。わざわざご丁寧にね、判定されてますね。うん、いいっすね。まあ、俺結構その、銀河鉄道39って、あの、ゴダイゴさんが、あの、アニメかなんか歌った、アニメの主題歌かな、あれ歌ったっていうのを俺覚えてるんですけど、でも俺どちらかというと、ゴダイゴさんって言ったらガンダルの方が好きです。はい。そんなくだらないことでね。まあ、ちなみに、あ、ぶね。ちょっと待って、今やべえ。バキッつったぞ。うわ、怖え。今マジで、ちょっと寿命が縮んだ。で、こんな感じのね、セットですね。で、コーナーポップもね、ちょっと見づらいんですけど、こんな感じでね、これね。こんな感じでね、まあ、スリーブもね、こんな感じでこだわってましたね。コーナーポップって言うべきか。あ、そうだね、コーナーポップだね、スリーブじゃないね。よいしょ。ちなみにね、俺が唯一ね、持ってるマイクレースのその機関車セットってこいつだけなんですよね。あと、マイクレースのね、客車だけは持ってるんですけど、機関車はね、そんなに持ってないんですよ。強いて言うとね、あの、EF55 のムーミンか。あれ1台と、青大将1台と、なんか、ずいぶん前に中古で買った2000円ぐらいのジャンク機関車だけなんで、結構ね、俺ね、マイクレースの機関車って持ってないんですよね。やっぱりなんかケースが折れそうでマジで怖いんだけど、これ折れたらマジで俺泣くぜ。泣くですまねえけど。多分、1週間ぐらい押し込めそうだな。ちょっと気をつけたら使おう。もうこれ開けない方が良さそうだね、しまいに。バキッていくね。フリじゃねえぞ。マジで怖い。よいしょ。一応ね、こちらがテレビ版ですね。よいしょ。よいしょ。で、基本セットの6両の方がこちらですね。まあ、結構マイクレースの、あのケースってね、硬い時があるね。で、こちらですね。まあ、こちら説明書と一緒でね、なんか見てるのがドーンって映ってるだけですね。地球発アンドロメダ機なんだ。で、機関車 C60 の48と。全く知らん。全く知らん。銀河鉄道って何年ぐらい前のアニメなんだろう。もう40年ぐらいになるのかな。どっかに書いてねえかな。書いてねえよ、わかんねえや。なんだろうな。まあいいや。まあいいやで逃げた。はい、一応こんな感じでね、まあ、スリーブこだったら銀河鉄道ですね。で、続きましてこちら。まあ、この辺はね、結構皆さん持ってる方多いと思うんですけど。ちなみにこれね、ブックオフでずいぶん前に買った時にね、ケースが割れてて、俺が失敗して接着剤で固定したらね、ちょっとボコボコになっちゃったんですよ。一応こちらでございます。製品番号 A-0741、暴走ビューエクスプレス255、255系1次型特急ビューサザミ給料木箱セットと。ちなみにね、木箱のケースがね、ここぶっ壊れちゃってるんですよ。こんな感じで。なんかもともとひび入ってたんで、気づかず接着剤で固定したらね、なんかこんな感じになっちゃって。で、あの、ケースの方はね、もう両面テープと接着剤でガッチリ固定してるんで、外れることはないんですけど、ちょっと怖いんですよね。で、ちなみにね、今の N ゲージってほとんどが対象年齢14、15なんですけど、昔のマイクレース、8両、あの、8歳以上がありましたんでね。これ面白いところなんですよね。今はね、マイクレースは全部14歳以上になってるんですけど。ちなみにね、こんな感じですね。表表示はこんな感じでね。まあ、あの、255系がボンって入ってるんですね。これ多分、京王線で撮った映像だろうな。こいつが走るところで、高架橋で、近くに高速道路って言ったら京王線しかねえな。あれ、サズナメと若翔ってどっち系だっけ忘れた。やべえ。あれ確かに、潮騒が横須賀線系よってことは、サズナメと若翔が、京王線系よか。あれ、今潮騒ってあんの？あやめとか。俺知らないんだけど。マジで知らねえんだよね、木箱の。ちなみにね、中はこんな感じですね。まあ、木箱の持ってる方ってわかると思うんですけど、めちゃくちゃでかいんですよ。で、これ、ちなみに持ち運びには優れてねって書いてあるんだよ。どっかあれ、違ったっけ？なんかの木箱はね、持ち運びには優れてませんって注意書きあったんだよ。ちなみに中はこんな感じですね。で、あの、これね、俺本当はね、若潮にしたくてね、あの、ステッカーほぼ未使用なんですけど、なんかところどころ使われちゃってるんですよね。さざ波の東京行きが。だこれね、あの、若潮のセットかなんかステッカーだけね、別にね、用意したいかなと思ってね。ちなみにこんな感じと、中は。一応ね、あの、表紙に入ったやつね、同じ画像のね、コーナーポップでございます。で、こちらですね、このケースがね、ここパックに割れちゃってるんですよね。見えるかな？ここね、俺がちょっと失敗しちゃったんですけど。で、接着剤で発火しちゃったんで、まあ、しょうがないかなと。まあ、ちなみにね、こいつの255系のケースって俺別に持ってるのがあるんで、どうにかなるんですよね。で、ちなみにね、この時のマイクレスってね、たまにね、このあの、中間部分のね、あの、転落防止ホールってついてたんですよね。あ、やべ、フィルムか、フィルム飛んでるの大丈夫。
並べたらね、わかるんですけど、こんな感じでね。この側面の部分の、この転落防止ロールがついてたんでね。で、これ、こういうところはね、俺当時からね、マイクレース好きだったんですよね。ただ、車両によってはね、これが外れたりっていうのが、ちょこちょこあってね、それが難点かなと思うね、思ったことは、一度や二度はあるんでございますね。まあ、それでもね、俺結構ね、マイクレースはね、2番目に好きなメーカーではございます。ちなみにあれなんだろう、今、木箱の持ってる方って多いのかな。まあ、これちなみにね、加藤は製品か、4気5道だっけ？どっちだっけな。やべ、忘れた。加藤が出てからね、だいぶこいつら値段落ちたんですよね。まあ、ピーク時はだいたい給料のこの木箱もね、2万5千円ぐらいしたんですけど、今2万すんのかな？まあ、木箱はね、まだに多分プレミアつくと思うんですけど。ね、蓋閉めてもね、これ浮いちゃうんですよね。とかね、これはね、本当にね、マジで気をつけて運ばないとね。いつ木っ端みじんになりかねない、もう怖いんですよね。よいしょ。そして次もですね、木箱でございます。まあ、これはね、結構皆さん知ってる方も多いかなと思います。こちら、A の 1071K、JR 東海の特急朝霧の木箱セットでございます。湘南を疾走の特急朝霧。湘南でもねえだろ、あれ。どうなんだろうな。小田急線を湘南つっていいのかな。まあいいや。まあ一応ね、JR からね、小田急直通のね、まあ JR 車両が持ってた、朝霧ですね。まあ、こいつ自身は1本しかいなかったんですけど、なぜかうちはこいつがね、3本もあるというなかなか珍事件が起きている状況でございます。ちなみにこの動画、尺がどんくらいか分かりませんので、ご了承ください。はい。はい、すみません。ちなみに表表紙こんな感じですね。まあ、朝霧の画像があって、まあ、商品名があって、まあ、完全保存版の湘南を疾走で、こんな感じですね。まあ、横がこんな感じで、まあ、上もこんな感じですね。一応マイクレースってロゴが入って、まあ、こんな感じで、裏はね、下は買わないですね。下は全く同じ状況でございます。で、裏表紙がこんな感じ。木箱で、昔一部の木箱はね、こういう風に天井のレールがついたんですよね。ただ俺が持ってるね、木箱の中でレールがついてるのってこいつだけなんですよ。あとは全部重量セットが重量セットなんで、木箱が入ってないんですよ。あ、木箱でレールがついてないんですよ。一応対象年齢は当時の8歳以上で、メイドインチャイナ。で、朝霧の、前面のね、ヘッドマーク的なやつですね。で、まあ、一応、それぞれの車両。ただ昔この車両って中間車って型枠流用してたんですよね、どっか確か。だからまあ違うっていう部分があったんですけど、で、あれかな、つい最近リニューアルされた1074だっけ。確かね、これと一緒にだからね、70と71が出たか、71と72が出たかね、確かつい最近ね、73か74までリニューアルで出てたんですよ。確かそれからね、このグリーン車のサロハがね、確かリニューアルされたんですよ。あれ、サロハだっけ。確かに、ね、俺それをね、買ったんですよ。多分74かな。忘れた。多分隣に部屋探してくれるんですけど。そうですね、サロハですね。サロハがね、改造され、あの、加工さ、あの、改良されたんですよね。で、ちなみに、こんな感じでございます。このポッパね、JR から小田急直通の特急朝霧と。まあ、JR 車が、まあ、JR 東海で唯一のなんか私鉄直通の特急列車か。まあ、関東はね、踊り子とかがね、バリバリ直通してるんでね、あれかもしれないですけど。JR 東海は多分唯一これだよな、私鉄と直通してたのは。多分そうだと思う。で、こんな感じですね。非常に天井レールがあって、こんな感じですね。で、まあ、こんな感じ。で、天井で何が入ってるんだっけ？長いのが8本、短いのが2本か。こんな感じか。一応こんな感じですね。で、ちょっと出しますと。つなぎ方はね、これどうやるんだっけな。確かに、ぐねって曲げると入るんですよ。どうやるんだっけな。こうだ。こうやって、ぐね、あれ？逆か？スライド式だっけ？あ、スライド式か。俺今ずっとグネって曲げてるっすよ、こういうの。で、クッと。じゃ、こんな感じで。で、通電はね、できなくはないと思うんですけど、ただマイクレースってパワーパックとかレールでなんて随分昔なんでね。まあ、これは完全にね、俺未使用で置いとこうかなと思います。横にスライドするだけなんだ。簡単なんだね、結構。よいしょ。まあ、一応そんな感じのね、展示用レールが8本ぐらいついております。8本と2本。これ一度出すとね、入れ直すのめんどくさいんだよね。だから俺だ、使ってないっていうのもあるんですけど。
はい、なんとか無理やりですが、戻せました。とりあえずそんな感じですね。まあ、ちなみに今結構木箱の車両って あんまり中古でも見かけないんですよね。だから会った時に、まあ値段によっては買っちゃうんですけど。だからなぜか朝日の木箱2本あるんだよね。もう1本はね、レールが入ってないんですよ。だからね、あんまり完品じゃなかったんでね、この木箱買い直しちゃったってアホな経歴があるんですよ。まあ、ちなみにね、一部の車両はね、ポチとかでね、楽天とかで頼んだときに、まあ、プチプチがついてくるんで、そのプチプチに使ってね、こういうふうに、ね、俺カバー作ってるんで。まあ、ところどころね、スリーブはちょっと傷んだりはしてるんですけど、それはもちろん。ただね、一応ね、あるよりはね、ないよりはある方がマシだろうと思います。そして次にも、木箱でございます。こちらですね。こちら、41年間ありがとう、宇都宮先生なら 115K、A の 0639115K 300万台の湘南色、宇都宮先生なら 115K、11の木箱 Z というところでございます。ちなみに、ね、マイクロ S から出てる木箱、ところどころ、エラーがあります。はい、こちら。例えばね、これですね。あ、ちょっと先の表拍子からいくか。ちなみに表拍子こんな感じですね。こんな感じ。ちょっとスリーブね、すっげえボッコボコなんですけど、ちなみに下こんな感じ。で、あと前と後ろにつけられたヘッドマークがそれぞれと。で、写真があって、まあ、製品。こんな感じですね。車両を抜いて、よいしょ。あ、抜けね、抜けた。で、裏表紙でこんな感じですね。まあ、一応ね、製品番号と、対象年齢最上と、上の発のね、時刻表ですね。これすごいですね。運転日時、ちょ、見えるかな。115系に、ちなんだ2005年1月15日ということで。運転時がこれで、まあ、運転時刻、115系と、41年間線、上の15番線から10時41分発と。で、黒磯行き1番線に午前1時15分と。まあ、なんとも語呂合わせがいい感じになっちゃうということでね。で、途中、奥赤羽通過。で、浦和に2分間停車。よく浦和に2分も止まれたね。で、埼玉新都心通過し、大宮に2分。で、トロ東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、栗橋か。で、小賀の沖、ママダ、小山、小金井、ジジイ台、石橋、鈴目の宮、これ全部大宮からノンストップで、宇都宮まで、1時間7分。すごいですね。で、宇都宮で10分のバカ停止で、こっからが面白いですね。ちょっと見えるかな。岡本の次がね、ほんとこれ宝石寺なんですけど、なぜかこれがね、浮かんぶりなく玉石寺と。マイクロイス、たまにこういうエラーがね、木箱であるんですよね。で、宇治家、ガマス坂、片岡、矢板の崎、西野さんの城が黒いぞと。本当にね、宇都宮線内の主力駅がね、ボコボコボコと止まれたけどね。完全なガチな臨時運転ってことで、ね、すごいっすね、これ。今でこんなダイヤ組んだらパンクすんじゃねえわかんないけど、昔はね、湘南新宿ラインとかがそんなになかった時代だと思うから、バカ亭のダイヤ組んでも大丈夫だろうけど、今どうなんだろうね、こんなダイヤ組んでいけんのかね。2005年、今から14年前か。多分いけんだろうな、ギリギリ。わかんないけど。で、一応ね、車両たちの方がね、こんな感じでございます。よっこいしょっとー。で、このですね、付属に関して行き先シールと、印刷のヘッドマークが2種類確認ができます。で、説明書はこんな感じですね。運転日時150日なんてどこで。で、1号車から、7号車と、8から11。で、これすごいですよね。この編成ってね、モハの車両、モハの114のパンタグラフの車両がね、その編成番号になってるんですよね。これ例えば後ろ寄りの40なんですけど、これまあモハの427なんですけど、まあ、これがね、427と。で、前が368と367で、まあ、こんな編成と。なかなか面白い編成なんですよね、これって。だから2004年の10月のダイヤ改正を持って引退したから15年前だったんだ、現役。まだ、まあ多分プラレールやってた頃か。今から15年前だと。すごいね。で、結果はこんな感じですね。通常の、上野行きと小金井で、宇都宮ラビット。快速ラビット宇都宮。で、今回のね、イベント用の臨時列車の番号とかも入ってますね。で、今回はね、俺この臨時列車の番号にしましたね。あ、待って、小金井駅、これ、加藤製とかに使っちゃおうかな。今、マジで流用一瞬考えた。で、各車両こんな感じですね。で、本当に飛ぶ頃とかに入れさせたかったんですけど、ほとんどの車両はこれ、ゴムが黒じゃなかったんで、ほとんどの車両入れさせ止めております。で、ただね、ところどころ入れさせだけどね、剥げちゃったんだよね、時間経つにつれて。ただ、これ、俺、サハの車両ちょっと入れさせし忘れてんな。これ、サハのあれだよな、戸袋窓って、全部これ黒に塗っちゃっていいんだよな。どうなんだろう。あ、サハじゃない、モハか。これちょっと待って、後で調べようって言うと。
一応そんな感じですね。で、ちゃんとね、300万台なんでね、もう俺がつい最近トミックスで買った車両と同じようなね、まだ入ってなってますね。で、ちなみにね、これね、側面の団体とかだけはね、全部自分で貼ったんですけど、もともとね、この号車番号とか、この行き先サボっていうのかな？側面サボか。これ全部昔印刷済みだったんですよね。だからもともと俺団体気にしちゃったんですけど。これね、ちなみに意外と気に入っております。ただこれ、くすずりとかはね、銀色とかになってないんで、まあ実写見ながらどうしようかなとは考えていこうかなとは思っております。ちなみにね、これね、俺、ぶち加工しまして、この車両ね、めちゃくちゃ経費かかってるんですよ。買った時はね、全部これ、ノーマルのアーノルドカプラだったんですけど、全車両に無理やりね、俺、この TN カプラでトイレットタンクつけちゃったんですよね。今だったらね、多分ここまでしないと思うんですけど、当時はね、俺ね、結構こう、アホなことやってたんで、全車両にね、マジでトイレタンクついちゃってるんですよね。例えば、クハのこの辺も、こんな感じ。まあ、あの頃はね、中古でトイレタンク売ってて、軒並み買い漁ったっていう経歴があるから、まあ、使えたんですけど。ちなみにヘッドマットがこんな感じですね。今、いくらすんだろうな、これ。多分今これ発売してる値段と3万ぐらいすんのかな。俺が買った時がね、運よく安くて2万5千円だったんですよね。多分今、もうちょっとすると思うんですけど。これもね、まあ、マイクレースが昔こだわってた、ね、車両の一つでございます。分これ尺が1時間ぐらいいきそうだな。多分40分は超えるな。次行きましょうかね。次も、スリムにこだわったやついきましょうかね。一番興味あるやつ残して、先こちら行きましょうかね。まずこちら。よいしょっと。で、次に気に入っちゃうか、抜けるかな。なぜか一番下に入ってた。あ、やばい、ゼロと思ってた。まあいいや。こちらですね。A の1362、1363。10年前のね、京急110周年の時のね、ラッピング電車の6両と4両でございます。こっちはね、俺がそんなに模型詳しくないときに4両1万円弱で買ったんで、説明書もね、袋がなければステッカーもなく、ボロボロの状態なんでね。まあ、こいつはね、後並み買い替えはしないですけどね、ちゃんとこのバーコードシールも昔剥がしちゃったんですよね、わけわからず。その経歴があるんでね、今は気をつけてるんですけど。まあ、その時はね、6両というのでございます。まず6両から行きましょうかね。6両セット、こちらでございます。まあ、表がね、こんな感じですね。京急の、まあ、イベント時のね、一線型の、まあ、6両編成の、ね、車両の、写真があって、まあ、そんな感じと。で、反対側がこんな感じですね。2008年、まあ、11年前か。その時のね、車庫でのイベントの、画像ですね。まあ、隣がステンレスということで、ステンレスも10年以上走ってんだね、そう考えると。すごいね。あれ、蒲田が高架化されて何年だ、今。忘れた。結構経ってると思うんですけど、まあ、3、4年、4、5年ぐらい経ってるのかな。蒲田が踏切ぶっ壊したのは。なんかあれ懐かしいんだよ、ね、俺、あの頃好きだったんだよね、箱根駅伝の川崎まで北総たちが軒並み来たのに。まあ、今はそんなこと言ったら多分すっげえ駅パンクすると思うんですけど。で、一応ね、中はこんな感じですね。まあ、コーナーポップはね、こんな感じでね、普通一番裏側と。で、中の車両はこんな感じですね。まあ、一応ね、普通があって、行き先がね、新津市裏側、川崎品川とね、まあ、昔の、本当にまだ京急とかがつかなかった頃ですね。俺好きなんですよね、この頃の今の、ね、今はね、確かね、種別が、なんだっけな、今は多分ね、白幕に黒字なのかな。確かに今はね、多分ね、これ普通とかがね、全部ね、白幕に黒字なんですけど、俺この昔のね、黒幕に白字の時の普通って一番好きだったんですよね。俺が本当にまだガキの頃のやつなんですけど。まあ、ガキでもねえか。まあ、一応ね、こいつはね、一応今年10周年、102周年の時に、中間車の1両が先頭車両だっけな、どっちだっけな。やべえ、覚えてね。ちょっと待って。120周年の意味がここにある。一応ね、今回ね、新しいロット代表に持ってきたんだよ。ちょっと待って、ね、120周年の意味を見るとね、確か何号車にこいつが来たか分かるの。1522っす。いってー。顔にぶつけたケース。1522っすね。
浦賀方面からの2両目ですね。よいしょ。まあだからね、今年ね、京急が、去年からか。まあ、京急がイベント列車これやってたときに、俺、1両ずつ丸々、1両ずつ丸々ってくると思ったんですけど、1両ずつでも俺結構好きなんですよ。まあ昔はね、これ6両でも見慣れてたんで、好きだったんですけど。懐かしいね、ほんと。あんまりこれケースから出す機会ないからね。こういう時じゃないと。ちなみにね、まあ、6両がね、こんな感じで、昔はね、特製スリーブにされてました。だからね、俺ね、製品化発表された時にね、正直ね、昔みたいにスリーブこだわってくれたらいいなと思ったら、こだわってくんなかったんですよね、マイクレース。最近の純正のスリーブできちゃったんでね。まあ、その辺はちょっとショックだったんですけど。続きまして、4両のですね、1363と。ちなみにこっちはね、表拍子こんな感じですね。おそらく、新町かなんかの車庫なのかな、ちょっと栗浜かどうかわかんないですけど。一応ね、車庫で撮られた写真と。裏側はね、こんな感じですね。2008年の京急ファミリーフェンダーなんだ。スリットナンバーがまだない頃の600型ですね。見えるかな、あと2100型のブルースカイドリーム。そっか、10年前ってまだスリットナンバーなかったんだ、600型に。すごいね。あれ、逆にスリットナンバーいつついたの俺、それ知らねえんだけど。よいしょ。では、一応ね、車両の方見ていきましょうか、ね。まあ、これ、本当にね、コーナーポップがあるんですけど、カプラとかめちゃくちゃなんでね、ごめんなさいね。ステッカーとかも全部なくなっちゃってるんで、多分どっか探せば出てくるんですよ。カプラはね、ダミーカプラがちょこちょこ乗ってくれる。こんな感じですね。本当にステッカー類はね、全く持ってないんで、ね。まあ、唯一首振りの TN カプラ化したぐらいで、ね。まあ、唯一難体なのがアンテナとかの欠損がないぐらいで。まあ、ステッカーなんかはね、他の京急の一線型の、車両探せば、まあ、第一線のマークぐらいだったら、多分あれか、確かここ何年か前に、出たんだよね、一線型の4両セットって。確か分散冷房車、集中冷房車が。それがね、確か台線のマーク入ってるはずなんで、でもそれ使えると思うんだよね。ちなみにこんな感じですね。で、これがね、今回の1321か。先頭車両になったやつなんですね。台線で言うと、もろ川崎寄りの車両ですね。いいね、こう考えてみると、昔の車両って。惜しいな。惜しいなっていうか思ってんだけど。俺、昔の一線型ってそんなに持ってねえんだよな。よいしょ。これでしょ。一応にこちらがね、スリーブにこだわった京急の車両でございます。で、あとスリーブにこだわったのは2編成ですね。先にこっちから行くか。あんまり興味ねえから。あんまり興味ねえって言ったら申し訳ないかもしれないけど。よいしょ。今8時か。こちらですね、昔スリーブにこだわったのがこちら。多分これね、知ってる人いるのかな、まあ多分結構ちまぐれ有名だと思うんですけど。ホビダスオリジナル、鉄道ホビダスから、企画化されたのかな、臨海線15周年の記念ラッピング列車、3両セットと、まあ、ガチャピンムックのラッピング列車ですね。知ってる人いるのかな。ちなみに、こんな感じで表はガチャピン、裏がムックという、なかなか面白い感じの、ね、スリーブです。これ結構俺ね2番目に見てるんですよね、どちらかというと。で、ね、一応ねこちら、対象年齢がね、最近の車両のごとく14歳以上と、ね、なっております。ちゃんとね、フジテレビのね、マークも入ってるんですよね。フジテレビキッズの。これなんだっけ、昔あれだよね、感じるとしね、誰だっけな。V6 の稲原さんがさ、トーマスとかやってた頃なんですよね。ナレーターがね、誰だっけな。なんだっけな、名前、顔が出てくるんだけど、名前が出てこないんだよな。メガネかけた方。森本レオさんだ。西村京太郎、テレビ朝日で、トラベルミステリーやってる、高橋英樹さんと一緒に。あれのね、森本レオさんがね、これナレーターしてて、俺、昔のトーマス好きなんですよね。鉄道模型風の、今のなんだっけな、なんつうの、今の CG 的な、わかんないけど、昔のトーマス俺めちゃくちゃ好きなんですよ。じゃそんなことを言って、一応こちらでございます。ホビダスオリジナル、鉄道模型の車両。ちなみにこれホビダスの本当に出したんだっけ、俺ちょっと知らないんだよな。あ、一応ホビダスオリジナルですよね。一応こちら、鉄道ホビダスオリジナルエネルギー。ね、俺これね、まあこれどこで買ったかっていうと、俺そもそもこいつがね、製品化されたことって全く知らなかったんですよ。なんでこれ知ったかっていうと、たまたま楽天見てたときに、今はもう潰れてないんですけど、渋谷模型っていうのが、まだ当時ね、楽天で販売してたんですよ。で、その時に渋谷模型で運よく予約してたんで、ああ、臨海線欲しいなと思って買ったんですよ。で、俺の予約の受付であれ、確かね、売り切れになっちゃったんですけど。でね、これね、確かね、発売された当時はね、3両でね、3万円ぐらいしてたんですよ。だからすっげえ、後ちょっと暴落したんですよ。まあ、頃ね、マイクロ S が発売し、遅延しまくって、確か臨海線もね、一緒に遅れてたんであれなんですけど、ちなみに、これ、製品番号はね、7351だっけ？どれだっけな？失礼、7651か。7651の基本と造結と、
に戦闘車両をぶち込めば、その当時のね、ラッピング電車ができるってことで、ね、こんな感じでね、まあ画像もあるんですけど。まあ俺これガチャピンが欲しくて買ったんですよね。俺ガチャピンとブックどっち使ってたらガチャピンの方が好きなんですよ。緑のこっちの方が。で、ステッカーはね、俺全部マイクロレースの当時発売された改良品のやつで持ってるんで、あるんですけど、確かにで今ね、これなんだろう。確かね、臨海線って今トミックスが出したんで、マイクロレースの方もちょっと暴落したんですけど、マイクロレースが2回目に出した改良品の臨海線がね、まずトミックスが出す前なんですよ。もう今からこれ4、5年ぐらい前なのかな、もう4、5年ぐらい前か。に発売されたんですけど、あ、2015年だ。4年前か。2015年フジテレビキッズだけど、多分4年前か。4年目にやつされたんで、まだね、すっげえ値段高かったんですよ。臨海線のまず重量自体が中古で4万5千円ぐらいで、ましてね、この臨海線の3力があってね、7万か8万したんですよ。当時。ただ俺、運よくね、新宿かな多分、なんかの水産屋の上なんで、新宿のポチだと思うんですけど、あそこでね、6年ぐらい前かなんか忘れたけどね、いつだったっけな、覚えてないんだけど、いつだっけな、多分ね、新宿のポチで、重量ね、3号ぐらいで買ったんですよ。その時ね、確かに小田急とかね、いろんなね、ジャンクセットとかも買ったんですよ。小田急の4000型かな、あとトミックスの7000型か。あれ買ったんで、その時ね、臨海線買って、あとね、東京も買ったんだよね、シャボン玉の、9000系なんですけど。だからね、その時からね、臨海線ね、好きだったんで、運よくこれ見つかってね、欲しいなと思って買ったんですよ。ちなみに、こっち製品番号したらないんですよ。ホビダスオリジナルってことで。どうなの？これ結構持ってる方っていいのかな？あんまり YouTube とかで、見たことないんだよな、ね、これ。どうなんだろうね。多分持ってる方は持ってると思うんですけど。まあ一応ね、そんな感じのね、珍品のうちの一つでございます。で、まあ、スリーブはね、がっつりキャラクターもってことで。結構、類を見ないぐらいのスリーブなんですよ。よいしょ。相変わらずマイクレスの勝手なケース。いねえだろうな。表がガチャピン、裏がムック。で、ちなみに、こんな感じですね。中間の部分は。臨海線が15周年の、ガチャピン&ムックの、こんな感じ。N ゲージトレインセット。これは本当面白いだろうね。ちなみに、ジャンコードも一応存在するんですね。ジャンコードこちら、458240368031ってことで。多分、ジャンコード調べたら出てくるんだろうな。何かぐらい。一応ね、そんな感じでございます。というわけで、プチプチ。ちなみにね、うちでね、唯一ね、プチプチで梱包されてる後に、たまにポチってね、紙の梱包材もあるんですよ。それでね、俺、こいつだけね、唯一二重でしまってるんですよ。だから、その紙のスリーブがね、すーげーボロボロなんですよ。あー、落ちた。紙のスリーブがね、ヘニョヘニョだからね、入りづらいんだよね。もうダメだ。これ一回、最近ポチで買ったやつで、外スリー作り直そうかな。今日ね、こんな感じで、本当にポチに入ってる紙の梱包材でね、セロハンテープのでかいテープでこうやって留めてね。作ったんで、汚いんですよね、もう上の部分なんかこうやってブロブロの変に変なのビリビリで。まあ、ただこっちの方がね、綺麗なんで、まだ使えてるんですけど、あ、でもなんかゴミ巻き込んじゃってる。てか、あれですね、テープももう、経年で外れたりしますんで、一回作り直そうかな、こいつは。そして次がね、最後のスリーブの、こだわり品ですね。こちら。俺がね、一番気に入ってるのがこいつなんですよね。まあ、車両も好きっていうのがあるんですけど、こちらでございます。マイクレースでハワイアンブルーを永遠なる A の8118、伊豆急100系、快速線なる100系、より編成功重量、木箱税ということでね。まあ、伊豆急の100系が最初で最後の重量編成ということでね。はい、走ったセットでございます。一応ね、こんな感じで。で、下はこんな、下と上はこんな感じですね。一応製品番号と、こんな感じで、ね、ロゴが入っております。相変わらずね、ビックリマークも入ってる感じでございます。では、行きましょうかね。ちなみにね、先にあるか、表節行くか。いや、抜けねえ、木箱。ちょ、こんな感じですね。どっから、どこだこれ。海岸線沿いだからどこだ。あれかな、稲取とかあの辺なのかな、わかんないけど。多分ね、あの辺の海岸線沿いで撮ったやつですね。その写真に、ついてて、裏はこんな感じですね。その当時走った、ダイヤス。でね、さっきの115系の時にね、俺、木箱ミスるって言ったんですけど、これもミスってあるんですよ。見ていくとわかるんですけど。こちら。一応、301列車ってことで、伊豆高原からまず下田に行って、で、折り返し下田から、伊東まで行くんですけど、どこだっけな。
あ、これだ。ここね、伊豆稲取がね、間違って稲取海岸になってるんですよね。面白いことに。だから俺結構ね、マイクロイズのこういう店ってね、嫌いじゃないけど好きでもないですよ。ただ俺はね、これ未だに気に入っております。まあ、伊豆高原発車して、伊豆熱川、伊豆海岸、伊豆稲取か。伊豆稲取で4分バカ亭。で、河津で1分。で、蓮台寺で1分。で、伊豆急下田、12時42分ということで、まあ、伊豆高原から伊豆急下田まで、約50分か。結構かかるんだね。で、ちなみに、折り返し、伊豆急下田、1時ジャスト発。蓮台寺、河津、伊豆稲取、伊豆熱川、伊豆高原。伊豆高原でまさかの13分のバカ停した後、伊東到着2時21分ということでね。まあ、1時間20分。そりゃ、伊豆行く人少ねえわな。ただ、あれなんだよね、今回のゴールデンウィーク、俺、踊り子の乗車券調べてみたらね、16日かな、わかんないけど、16日か17日の、東京駅9時以降の踊り子105、107、あれ、グリーン席、指定席全部埋まってたんですよ。俺びっくりしたんですけど。ああ、そっか、下田の祭り帰る人いるんだと思ってたんですけど。まあ、ちなみにね、俺はね、地方私鉄の中では、伊豆急行がね、一番好きなんでね。まあ、好きなんですけど。そんな感じでございますね。ではね、中身の方もついでにね、紹介していきましょうかね。よいしょ。こんな感じですね。まあ、重量画像に、ハワイアンブリー永遠になると。その永遠もとうとう復活されたときにとうとう廃車になりました。まあ、それは ATC だか ATS だかのね、保安工事ができねえってなったら、それはしょうがねえわな。事故ったら、それはそれで困るからね。笑いながら行くでもねえけど。結局、あれどうするのかね、解体でもすんのかな。どっかに持ってって保存できればいいんだけど。さすがにあれをあのまま伊豆高原で、車両区内の事業者にできんのかな。俺としてはね、雲派103残してほしいんですけど。再来年まで生きたらな、開業60周年だっけ違ったっけなんかで俺ツイッターで50周年で間違えてたら、40周年だったら50周年、あ、60周年ですけど、あれ来たんだよね。そうですね、1961年の12月開業なんで、あと2年生きれば開業60周年か。畜生。あと2年だけ生き延びてほしかったな。もう俺、伊豆急の百景ね、1回だけ乗ったことあるんで、まあよかったんですけど。あ、やべえ、和紙が切れてる。一応こんな感じっすね。上から雲波の121、原型の顔っすね。それにサハの182。なぜかサハなのに、グリーン帯のね、グリーン車マークが、ね、復刻でつきました。で、クモハの103。まあ、これがね、何年か前か、2011年かな一回復刻した復活したあの時のね、クモハ103でございます。ただね、クーラーの基礎とかがね、ちょっと違ったりするんでね、もう面白みがある車両でございます。そしてこちら、クモハの129、切り妻型っすね。で、元サロのサハ1801と。で、クモハ126、クモハ131。で、サハ172。で、こちらね、1000番台改造車のクモハ1102と1502と。いうことでね、まあ、伊豆急の、本当にサヨナラ編成重量ぶち込まれた、ガチな車両セットでございます。でちなみに、ね、このクモハ103、何がそうかというと、まあ、モーター車ね、こいつに入ってるんで、その、確かね、今年もね、伊豆急の100系、103系が引退するときに、クモハの103が引退するときに、確か第3弾ぐらいまでイベントやったのかな。で当時もね、確か3回ぐらいイベントやったんですよ。この重量木箱の後にね、ちょっと製品化番号忘れたんですけど、多分8117かな。サンクスデイズ号っていう7両セットがあるんですよ。確かね、内容としてはね、多分ね、今回の製品でいくと、このクモが129から下かな。多分そんな感じの7両セットがね、サンクスデイズ号っていうの出たんですよ。で、それが確か第2弾のさよならで、で、これがね、第3弾の時なんですけど、このね、伊豆急のクモ103にね、この、ついてるんですよ、ちゃんとロゴが、100系の。これがね、確かね、第3弾の、イベントだと思うんですよ。そうだよね。そうですね。平成中のクモ103には2002年4月13日に運転されたさよなら100系炭鉱電車、体験ツアー列車のヘッドマークも再現されます。これがね、その当時の炭鉱列車のヘッドマークなんですけど。これはね、俺そのまま利用して、ね、やっております。で、当時からね、この車両ね、片っぽだけスカートついて片っぽだけスカートつかないってね、なかなか珍事でございましたね。俺ちょっと気に入ってるんですよ。てか、まさか2011年か。開業50周年でこいつが復活すると思わなかったからね。私だけ俺結構嬉しかったんだよ。もう俺これ乗った人だった世代ではないんだけどさ。俺にとってやっぱり伊豆急っつったら、元 JR の200系なんですよね。今の方は多分東急の8000系だと思うんですけど、俺はね、やっぱりJR から譲渡された113とか115が好きだったんで、あんまりこの伊豆急の100系ってね、乗った記憶はないんですよ。ちなみに引退したのは2002年ってことなんで、俺間違いなく乗ってた可能性はあるんだよ。ただ、本当に15年以上前の記憶はない。わしにはない。絶対ない。そんな感じですね。で、一応ね、ここまでがね、マイクロエースが、過去に発売したね、スリーブにこだわってた当時の、製品、
各製品でございます。そうですね、ハワイアンブリュー永遠なれ。そして復活した逆にとうとう首と。かわいそうに。ちなみに、ね、こいつもね、プチプチでね、厳重に保管されております。ちなみに、ね、俺これね、いくらで買ったかっていうとね、これね、4万5千円で買ったんですよ。今考えたらね、めちゃくちゃ高いなと思ったんですけど、欲しかったんでね、4万5千円で買っちゃったんですよね。ちなみにね、俺ね、マイクレースで伊豆急の100系とか200系と発売されてるんですけど、全セット持ってるんですよ。言わることではね。はい、一応ね、ここまでがね、スリーブにこだわったね、当時のマイクレースの製品でございます。ここからがね、ケースにこだわったっていう感じのね、製品を紹介していきたいかなと思います。でその前にまずはね、過去の スリーブとかの案内したいと思います。こちら、ちょっと N3390 のインスタイルの3列セットなんですけども、マイクレースってね、1台目のケースがこれなんですよね。このあの、ネズミ色っぽいグレーのケース、こちらなんですけど、まあ、このケースにね、この、ここがちょっと黒で、あとベージュっぽい色かな。まあ、ベージュっていうのがあるんだけど、まあ、こんな感じのね、色のスリーブ。これがね、マイクレースから、まあ、ずーっと出てる、俺が知ってる範囲だと、これが1台目のケースなんですよ。で、その次に出た2台目のケースがこちらなんですけど、こちらですね。ちょっとこれカラースリーブなんで、運よくこれしかなかったんですけど、まあ、当然だったんですけど、荷物のところでこっち選んじゃったんですよ。で、こちら。スリーブはね、今使われてるこの青っぽい色。で、ちょっと下側が黒の。この今使われてるスリーブで、ケースがこの黒っていうのはね、一時期出た車両なんですよね。マイクレースから発売された後、E231系の東西線直通の800番台かな。あれもこの黒ケースだったと思うんですよ。当時発売された。俺確かに1本ぐらい持ってるんですけど、多分これだったはずなんですよ。ちなみに K47系の新塗装の、新パロックです。これ本当は車両が欲しいんですけどね、これケースだけで我慢したんですよ。あ、中身入ってた。あ、そうだ、中間車だけになんか2両買ったって中身入ってんだ。パンタグラフの車両と、あのパンタグラフがない車両。2台だけ持ってるんだよ。で、なぜかこの中に入ってるという。これだけちょっと気をつけたんですか。俺、思いっきりこれ空ケースのつもりでいたから、やたら助かった。非常にこちらがね、マイクレースの2台目のケースでございます。でね、今 M ゲージやってる方はね、このケースの方が馴染みあるんじゃないですかね。でこちら、まぁ、あ、ちょっと、つい最近発売したのこれしかないんですけど、N6391、結局のね、去年か。120周年の歩み号っていう感じだったんですけど、まあ大体ね、この水色っぽいケースかな。まあこれにね、こちらの、まあ2台目のスリーブ、青いスリーブ。まあこれがね、大体マイクレースの3台目のケースだと思うんですけど。まあ多分、皆さんはこれの方が馴染みあるのかな。俺もね、一番馴染みがあるのはこのスリーブなんですよ。あの、最近発売された新製品って全部こいつなんで、めちゃくちゃ馴染みがあるんですよね。ちなみにケークって、去年だっけ？平成30年だから去年か。1年間運転されたと。1年以上運転されたよね、明らかにあれ。一応こんな感じでね。まあ、あの、さっきのスリーブこだわってるって言ってた4両と6両の車両ね。まあ、今はね、こんな感じになったんですよね。なんかな、嫌いじゃねえけど、俺やっぱり1本ずつやってほしかったな。ちなみに車両の方はね、あの、紹介したことあるんでね、あんまり紹介しませんがね、こんな感じでございます。ちょっとそんな感じです。はい。でね、一応これがね、まあ、マイクレースが今まで出した定番の、セットなんですけど、こっからがね、その当時流行ったってわけでもないけど、まあ、こだわったスリーブのね、一部ご紹介したいと、あ、ケースのね、一部紹介したいと思います。まずこちら。あ、ね、スリーブ太くなった。スリーブはね、全部こちらの、1台目のね、グレーのスリーブでございます。こちらでございます。まず N2261、オーシャンブルーのアルファリゾート21、伊豆急200、失礼、2100系のアルファリゾート28セット。まだね、あの、前面に、あの、相性版がつく前のね、本当にデビュー当時の、ね、アルファリゾート21でございます。なぜかわかんねえけど、この水色にね、白地ということでね。なんかこだわったのかね、当時わかんないんだけどね。こんな感じでね、8両セットでございます。やべえな、これもケース割れそうだね。ちょ、気をつけよう。一応、全車でこんな感じですね。ちなみにね、これね、なんだっけ、俺これ持ってんのが、これとあとこのね、前面の相性板。ちょっとね、あんまり落書きできないんですけど。あと、ここのね、ライトの部分にね、相性板がついた2台目のアルファリゾートもあるんですけど、俺それは持ってるんですよ。ただね、まだメーカーからも出てないんで、白いやつ。一時期白いやつになったアルファリゾートと、今の紺色のアルファリゾートって知らないんですよね、車両的に。うん、見たことはあるけど、なんか俺はやっぱりこっちの方が好きなんですよね。ちなみにこれデビューいつ？1993年の5月か。あ、失礼、1993年4月か。登場したんだ。ふーんって言っちゃった。一応ね、こちらがね、まあ、当時、まあ、当時で言うのかな、わかんないけど、
面白かったね。スリーブのうちの1種類でございます。そして次が。ちなみに俺ね、全種類持ってるわけじゃないんで、ちょっとその辺だけはね、ご了承ください。俺が持ってないやつの他にもね、スリーブこだわったやつで言うと、特急シナノと、しまんねえな、これ。あ、しまった。特急シナノとかあったんですけど、シナノ持ってないんですよ、まだ。だからね、ちょっとその辺がないんでね、ご了承ください。で、次こちら。A の 5060G ですね。なぜかこれごめん、増結セットしかない。あれ、俺、基本があったこっちですね。A の5051、5061、東京メトロ07系の有楽町線60セット。有楽町線だから黄色なのかなって感じなんですけど、新生東京地下鉄イエローライン07系の6キー4ゾーン。まあ、貴重な黄色いスリーブでございます。というわけでね、造形セットの中身紹介を始めます。基本セットだけね、紹介したいと思います。ちなみにね、わかるかな？中透けてるんですよね。光の加減だとね、中透けて映るから。こんな感じで、若干透けてるのわかると思うんですよ。この辺がなんか、この辺になんかうっすらあんの。肉眼だとね、めちゃくちゃ透けてるのわかるんですよね。で、こんな感じですね。東京メトロの、ね、有楽町線の基本6です。有楽町線ってこいつ改良品出たのかな？俺ちょっと知らないんですけど。でね、こんな感じですね、車両の方も。なぜかね、昔はね、この中途半端にね、片側に寄られてたんですよ。で、この端っこに、このパーツ入れがあったんですけど。あれ、今もこういう風に偏ってたっけ？どうなんだろう、覚えてねえな。あれ、今のやつって偏ってる？どうなんだろう。でも今こんなでかくねえよな。ちょっとこの辺に今始まったんですけど。今こんな穴ってでかいんだっけ？まあ一応ね、その当時はこんな感じだったんですけど。まあ、俺ちなみに、有楽町線持ってるんですけど、他の千代田線以外の車両って持ってないんで、ちょっと他のね、東西線とかがどうだったか俺ちょっと知らないんで、ごめんなさい。ちなみにこいつは、平成5年に登場したんだ。まあいいや。一応ね、こちらがね、ああ、しまいに行って。有楽町線、有楽町線でございます。一応ね、こちらがね、最後になります。A の5031、新生東京地下鉄、グリーンラインの06系。なんか、あんまり製品名変わんなくね？ イエローラインとグリーンラインだけで分けんなっつうの。でね、緑のケースにはね、白地みたいですね。黄色のケースには黒地だけど。まあ、一応そんな感じでね、千代田線だからグリーンのケースなのかな。もう、うち俺これね、当時は好きだったんですよね。俺でこれね、造血セットのね、41って持ってないんですよ。だけどね、改良品のね、42でね、なんとか重量蘇生くんですよ。一応こんな感じで。まあ、コーナーポップもね、こんな感じで入ってます。で、中はね、有楽町線と全くもって売れたんだからね、変わらないですよ。まあ、多分この辺の共通かなとかね。でね、俺この多分ね、東京メトロのこの車両を持ってる方ってわかると思うんですけど、一部の車両に東京メトロの無線アンテナが付いてるっていうことでね、これ怖いんですよね、ここの、この車両で行くとね、これ5、8号車かな。8号車なんですけど、このサイメインのところにこれが付いてってるところに、俺、ウレタン切っちゃったんですよね。本当はあんまり切らない方がいいんですけど。ただね、これね、中古車両とかで見ると、たまにね、折れてたり外れてたりするんですよ。だからね、これに関してはね、持ってる方はね、なるべく気をつけた方がいいかなと思ってますけど。まあ、一応ね、そんな感じのね、調査でございます。このカラーケースに関してはね、俺が知ってる範囲でいくと、あ、違う、あともう一種類あるわ。あれ？あともう一種類あるよね。あれ？お紹介しようと。あともう一種類あるはずなんだけど。あれ、車両がねえぞ。どこ行った？ちょっと待って、あともう一種類だけあった。まあいいや。あ、よくはねえけど。あれ、ちょっと待って、ねえぞ、本当に。あれ、銀河鉄道に木箱、木箱、木箱、京急2つ、ガチャピン、木箱、常磐線とこの検索車に京急、京王、伊豆急で、有楽町線2つ。あれ、1個持ってくんの忘れた。ちょっと待ってください。もう1個持ってきますんで。
最後の車両がこちらですね。A-0612、伊豆急の200系のね、JR 車両から、JR の113系から移籍した80のうちの、車両でございます。まあ、車番で言うとね、F1 と F2 かな。まあ、青色のね、まあ、てか、8両編成って、伊豆急の中でね、こいつがね、唯一の113系の移籍車なんですよね。1000番台ってことで、元横須賀線なのかな、そうなると。ちょっとあまり俺知らないんで申し訳ないですけど。一応こんな感じですね。伊豆急、改正来週していた伊豆急の100系の代替として、JR 東の113系を購入と。2002年の4月から、200系として営業開始。で、これが F の1と2か。あれ、どっかに書いてないかな。あ、そうですね。こちら、元113系の F1 と2と。で、この車両の他にね、まあ115系からこちら下に書いてあるんですけど、115系からもいずれ受けた車両が、あります。で、そのうちがね、確かね、ここにも書いてあるんですけど、バカデルってね、これがね、マイクレースから、ここ数年で製品化されたやつなんですよね。で、赤の改良品も、確かこの時に出たんですけど。俺の記憶だとね、確かね、この F1 と2が青で、F の3と4が、3両ずつの青なんですよ。で、F の5、6がバカデルで、7、8、9の3本がね、確か赤帯だったんですよ。俺の記憶でちょっと申し訳ないですけど。まあ、結構ね、まあ、ちなみに俺これ、伊豆急に関しては、この青がね、一番最後に出なかったんですけど、この青のやつと、6両の青と、旧製品の赤6両と、改良品のバカデルと、改良品の赤と、なぜか赤が3両おまけで持ってるんで、一応伊豆急の200系もね、全部揃えようと思って揃えるんですよね。ただ、車番をちょっと変えなきゃいけないっていうのは何点があって、それ未だに着工してないんですけど、車番ってこれ銀色だっけ？あ、そうっすね、銀色っすね。なんだっけな、天城モデリングでインデタってまだ売ってんのかな、200系の。あったら欲しいな。1000番台車か。1000番台車ってあれか、窓って300番台と同じなんだ。ここ、小窓が1個って大窓、小窓が1個って大窓でいいのか。あれ？あれ？どっちだ？いや、重てえな。木箱の300番台ってどうなってる？ちょっと知らねえんだよ。あれ？あ、そっか、あれ115系か、1000番台のあの大窓車は。そうっすね。300番台と同じ窓配置なんだ。初めて知った。そっか、あれは115系の1000番台か。なんだっけ、この端っこの部分の席が、大窓1枚型なの。全然知らなかったな、そう考えると。なんで買ったんだろう。よっ。あと、セット。ラッキー。セット。まあ、ちなみにこいつはね、まあ、青帯なのかね、水色っていうよりはね、紺色の、まあ、どちらかというと濃い青色の、ね、ケースがされております。ステッカーの貼り方汚いですけどね、伊豆急下田駅のね、8番になります。で、本当はね、こいつらにもね、トイレタンクつけたかったんですけど、ちょっと予備がないんでね、予備のトイレタンクが手配でき次第、こいつらにも全部 TN 化と、やりたいですね。ちなみに中間の連結器もね、未だにアームドカップラーなんで、これは本当にこいつら変えてあげたいですね。ちなみに、色差しに関してはね、全部してあるんでね、この辺はもうデビューいつでもできる状態にはなってます。はい。今日そんな感じですね。ちなみにこれあれか、熱海寄りの、伊豆急下田寄りが F2 なんだ。これ間違いなく熱海駅で撮った映像だと、画像だと思うんですけど、F2 って書いてある。普通で。もっと113系1000まで。あ、これあれか、タイフォンが下にあるから間違いなくもっとスカセンか。多分そうだよね、この下にタイフォンがあるやつ。タイフォンでいいんだっけ？多分スカセンだってると思うんだけど。このスリーブに関して、ケースに関してはね、俺が持ってないやつでいくと、俺、改良品しか持ってないんですけど、KQ の2000型？改良品じゃねえ。3扉になった方。3扉の8両と4両の昔のやつって、確かね、ケースが赤色なんですよね。昔発売された KQ の一部って赤色のケースだったんですけど、その辺の KQ ってまだ持ってなくて、改良品の8両と4両しか持ってないんですよ。ちなみに随分前に買った4両の車両も、ケースは新しいですけど、中身が旧製品っていう、なかなかの面白い車両だったんですけど、まあ4両1万円で買えたんでね、いいかなと思ってるんですけど。これ下田に高原に伊東に熱海駅入ってんだ。これあれだな、113件に使おう。
使おうって言い方もあるかもしれないけど。あれなんだよ、8両分しかねえから少ねえんだよな、ね。まあ他の伊豆急の100系からも、あ、200系からも、分取りましょうかね、せっかくで。まあ一応そんな感じのね、カクカクこだわってた車両でございます。よいしょ。ちなみに今回このこだわってたケースだけ並べるとどんな感じになるかお見せしましょうか。シリが入るよっかじゃあ、ね、まず伊豆急の紺色っぽい青に有楽町線の黄色でカメラの角度上げて、千代田線の緑とあこれかよっこいしょ取れない取れる取れない取れる取れないこれだよしょっけ千代田線の、緑とで、伊豆急のね水色とで俺まだ赤だけ持ってないんで面白いんですけど多分他にもあんのかな俺ちょっとこの4種類とあと京急の赤しか知らないんですけど、一応こんな感じですね。昔あの発売されたカラフル的なケースはね。今もね、たまにはこういうね、面白いことやってほしいかなってあくまでも個人的にはね、思うんですけど。これってあれなのかな？マイクロエースもね、昔ね、その車両セットのケースって出てたの。あれ、グリーンマックスかな？グリーンマックスか赤とか黄色の車両セットのケースが出てたの。マイクロエースって出てたっけな、そう考えると。多分出てねえか。こういうのは。どうなんだろうな。グリーンマックスがね、赤とか黄色とか青の、あの車両ケースの、あの単品っていうかの、なんかそれだけ売ってんの知ってんだけど、マイクロエースって出てるの覚えてねえんだよ。まあ、他にもね、なんかこういうふうにね、あのこだわり、まあ、こだわってたとかね、その当時あった、まあ、ちょっと車両セットのケースとかあったら、まあ、コメントの方にね、いただいても全然、構いませんっていう感じですからね。一応、俺が知ってるのはね、この4色と京急だけなんでね。で、ごめんなさい。他にもあった、あんのかな、ちなみにスリーブの方はね、結構俺こだわってるのこんだけあるんですけど、まあゼロ系の大窓車の木箱12両とか、あとそれこそ383系のシナノとか、あれ381だよな。383か。383系のシナノとか、で、しかもその旧製品とか、あれだとライラックが紫色なんだ。781系のね、ライラックか785系の、ホワイトアローだっけ？あの辺が確かに紫のケースあったはずなんですよ。確か紫だった気がするな。紫だっけな、覚えてないんだな、本当に申し訳ないですけど。本当に暇な時あれだな、楽天でマイクロエースの中古ちょっと見て、こういうカラフルケースだったら、個人的に好きな車両とか買ってみようかな。ケースのために買うのもバカかもしれない。まあ一応そんな感じのね、過去に発売された、マイクロエースのこだわった、まあ、車両ケースたちでございますね。まあ、あくまでもこれね、氷山の一角なんで、あれあったっけな、もう覚えてねえんだよな、申し訳ないですけど。多分ね、俺の記憶だとね、弁慶号っていうのが木箱だった気がするな。あと、ラピードとかか。ラピードもね、確かに木箱があった気がするな。あと、何が木箱あったっけな。確かね、なんか、L 特急かなんかの木箱があった気がするな。なんか、常磐線の、昔の常磐線からのなんか、減速車みたいなのがついて。確か L 特急のセットが昔あった気がする。忘れたけど。多分、それがあった。木箱だけで多分全部で10品あるかないかだと思うんですよ。俺が持ってるだけで1、2、3、4種類しかないんで、それプラス弁慶な、ラピーと4種類に、弁慶、ラピーと、ゼロ系の大窓車、で、さっきの変な減速車がつい、減速車的なのがついてセットでしょ。それぐらいだよな、木箱って。あとあったっけな。わからん。って感じですかね。まあ一応ね、他にも見つかったらね、まあ多分動画にはしませんけど、Twitter の方にはね、載せるかな、わかんねえけど。まあそんな感じにはね、なるかなと思います。今8時半か。朝飯食おうかな。腹減ってない。カップラーメン食ったんだけど、なんか腹減った。ってわけなんでね、まあなんか菓子食うか、ちょっとゴロゴロ過ごしね、まあ午後ちょっと出かけようかなと思っておりますんでね、この辺で動画終わりにしておきたいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。